解散しようって言ってたんで、それで結果が出たかな出ねかなぐらいだったんで、解散という選択肢もあったんで、みんなもう分かってたと思うんだけれども、ボーダーが好きな方とか一点一点のものづくりが好きな方にはすごく魅力的に思っていただけるんじゃないかなとは確信はしてるんですけど、それがまだまだこれからだなと思います。僕はこう車で1時間ぐらい離れて新潟市というところで育っていて、今回 GFGS に関わるまでほとんど鴨という場所に来たことがなくて、鴨に通い始めてから1年ちょっとになるんですけれども、まだちょっと鴨の全容が分かってないというか、駅前に商店街があっておじいちゃんおばあちゃん元気でいてすごく魅力的だなと思うところと、ここからどうなっていくんだろうみたいな、ちょっとまだ分からないところと両方ありますね。100着単位とか1000着単位でやってたんですけど、今度ね受注生産なんで1着ずつになりますよね。だからなかなかこう切り替えですかね、1着1着っていうのが難しい、大変っちゃ大変ですよね、ちょっと最初は断ろうかなと思ったんですけど、でも始めてみたらね、今までだったら多分断ってたんだと思いますけど、ちょっとやってみようかなっていう気持ちになりまして、始めたんですけど、もともとそのオーダーボーダーという仕組みがこれはすごいことだと思って自分は GFGS に参加したいと強く思ったんですけど、そのオーダーボーダーという仕組みがなかなかこうすぐには伝わらないというか、毎回同じように上げるように努力してます。一着一着丁寧に仕事してます。さんが生活している中にポツンとあるので、それはなんかちょっと面白いことなんだろうなというのは思います。ラボの中が本当にこう刺激的というかよくわからない空間なので、そこを生活のすぐそばにあるというか、それは面白いことなんだろうなと思います。それぞれ違うので、やっぱ一点一点違うものという意識がありますね。受注生産なので、その買ってくださるお客様がもう決まっているものなので、その個人の方に行くんだなっていう思いながら縫うところがちょっと大量生産ちょっと違います。塗っていて、受注生産という単語を聞いた時、僕は正直あんまりピンとこなくて、一着一着ものづくりをするっていうことがどれだけ特別なことかがもともとわからなかったんですね。
今のこうアパレル業界っていうのは本当にこう大きなロットでたくさん作って大量に流通するというのも普通のことで、一着一着作ることの尊さというか、それをすごく現場にいて感じています。Thank you.